こんばんは。こんばんは。元文春記者チャンネルですね。はい、引き続き小泉進次郎さん、ね。引き続き。やっぱ小泉進次郎話ね、はい、楽しいですよね。楽しいね。今回ね、小泉進次郎と女という話を、ね、したいなと思います。元文春記者チャンネルスペシャルオフ会ですね。はい。9月28日、はい、参加ご希望される方は概要欄からチェックしていただけたらと思います。はい、小泉さんのね、弱点っていうのは2つあるって言っていて、うん、1つはやっぱり言語センス、言語センス、ね、小泉君弱点なのかな。弱点で、まあこれは、まあでも、もはや一周して強みに、まあ美徳であり弱点ですね。まあね、うん、でも同じく美徳であり弱点なのが女だと、なるほど、まあ、言われてるわけですよね。うん、はい、週刊文春でね、あの滝くりの話がね、ルポさんやってましたよね。ね、不倫したら離婚するっていう条件がすでにあるということも書かれてたりましてね、大変だなと聞くという状況なわけですよ。で、特段応援もしてくれないというのもね、まあ、姉さんの呼ぶりが書かれてるんですけど、これはちょっとルポがあるんです。もう一つ注目記事があるなと思ってですね、主演者オンラインで小泉進次郎モテ遍歴っていう記事があるんですね。モテ遍歴で過去の女の経緯を、はい、もう書かれた記事で、うん、だからなぜ滝くりに行き着いたのか、なるほど、ということをちょっと辿っていくと、おーおーおー、ということですね。うん、はい、で初恋の相手誰だと思いますか。信じろ、全然知らない。小学校とか中学校とか、もうこの記事によると、うん、あの野球部のマネージャーで、高校入学の時の野球部のマネージャーなんですね。で3年間交際してたというのが関東学院三浦高校の同級生が話していると。お、うん、交際してたんだ。交際したと。へ、まあ、初恋というか、まあ、公にね付き合ってるとか認知されたのが、まあ、ね、高校ぐらいだっていうことなんでしょうね。そうで、噂になるくらいの美形だと、彼女が学校で、骨格は進次郎さんからしたと、ふうに言われてますね。数年後、関東学院大学に進学した進次郎さんね、うん、間もなく新しい別の彼女がいることが発覚するらしいんですね。当時はサーフィンをね、進次郎さんやってて、うん、今もやってますよね、うん、なんかダボダボのズボンに伸びた T シャツ姿だったと。おー、うん、サーファー的なファッション、ね、うん、はい、で飲み会によく彼女を連れてきてたと、うんうん、で目鼻立ちはパッチリとした、誰もが可愛いと思うタイプだったと。ほう、いうことで、やっぱ基本もうルッキズムとは言わないまでも、まあ、いや、タイプ違うか、違う、ね、まあまあまあ、美人タイプが続けて付き合っていたということですよね。うん、アメリカ留学時代っても結構謎で、うん、まあ、そのコロンビア大学大学院で CSIS 行って、うん、関東学院は卒業したんだっけ、うん、卒業してると、それで留学したんだっけ、大学院に行っ行ったのか、そうかそうか。でこれ僕はその前、あのコロンビア大学の経緯とか取材してる中で、英語力不安があるって話がある中で、はい、やっぱり急速に英語力がついた時期があったらしいんですよ。ああ、うん、それがこれだと、ワッツアップっていうね、言い始めた時期があるらしくて、それがだから、これとワッツアップだから分かんないっていう説はあった。だから女の子に仲良くなって、そのいわゆる横田さん的にはカレッジイングリッシュだって言ったじゃん。だからそういう大学に仲良い子がいたんじゃないかとかね、いう可能性もあったんで、まあ、ただそこは分からない。ただまあ英語急激に上手くなった時期があった。で、まあ主演者オンラインの記事を戻るとですね、日本に帰ってくるわけですよ、 CSIS 勤務を終えて、はいはい、そうすると小泉進次郎さんはね、小泉事務所の私設秘書になるんですね、うん、お父さんの秘書になるんですね、うん、で当時付き合ってたのがですね、横須賀でバーを経営していた1歳年上 A さんと、うん、いうことだったらしいですね、うんうん、でここら辺からですね、やっぱり年上に行き始めてるっていう。そうなんです。 A さん、どんな人が言っても長い黒髪が印象的な美人タイプと、また美人、まあ美人ってでも書くしかないでしょ。ね、確かに確かにね。週刊誌でね、あのね、あの美人以外で女性を表現したことないから、ないでしょ。よくご飯を作ってあげたりしてたということを本人が言ってたらしいと。でなんか寝るときはね、いつも地震が怖くてヘルメット置いてるんだって話もしてたということらしいですね。ヘルメット置いてんの？置いてんの。地震の怖いんだって。かぶってんのかと思って。かぶってるはいないけど置いてる。そう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 。母親がね離婚していなかったんで、はい、やっぱり年上好きというか、まあ、甘えん坊の傾向がこの辺りから顕著になってきたと。その辺りからですね。はい。
で政治家となって初キャンダルかなが、まあ、多分週刊文春 の, あの復興庁の女っていう話ですね。ああすごいタイトルさ、小泉進次郎が抱いた復興庁の女っていうタイトル記事がね抱いたって書かれててこの週刊誌でね、俺僕らいた時代2015年ですよね、うん、でホテル密会がスクープされたと、うん、で東京プリンスホテルで女性と会いに来て、それが30歳の、まあ、女性だったと、復興庁の職員だったということですね、うん、ここら辺からちょっとインテリ好きなんじゃないかっていうね感じがちらほらと見え隠れしてる、校長の、はい、ね、インテリに、そうそうそう、バツイチ女性だったのかな当時が。へえ、ね、でこれ結構当時も話題になったんだけど、うん、あのホテルの中の下りが週刊文春記事に書かれてたんですよ。で来いよ新次郎氏が女性に向かって言ってるっていうシーンが描かれていて、来いよ来いよっていうシーンが描かれていて、実はね S なんじゃないかとかいろんな説がそこに流れてるんですよ。なるほど、うん、なるほど。で新次郎氏もね、あのその記事は多分相当気にはしてたみたいで、うん、なんでホテルの中まで書かれてるんだみたいなことになったんですとかね、そうそう、うん、そういったスキャンダルが出たと、うん、その次に出たのが、まあ多分あの今週刊文春もたまに再録しているまあ、不倫ですよね。実業家女性との年上実業家女性を不倫ということですよね、うん、インテリ美人で年上も好きというのが、うんうん、そうするとなんか絞られてくるじゃないですか、だんだん。え、絞られてくる、うん、好みの女性が滝沢クリステルさんの方にどん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 方向性としてはインテリでありニュースキャスターやってますからね、で、まあ、もちろん難しい方ですよ、で年上であるということで、ね、絞られていくと、はい、で流れがクワーッと見えてでも来いよって言って、うん、はいはいっていくようなタイプの彼女じゃなくないですか。そうですね、だからあの子の振る舞いが今できてない可能性が今滝沢クリステル言われると出てますよね、うん、だからちょっとね苦しいんじゃないかなっていうね、分かんないですよ実では、ね、まあ確かにね、言ってる可能性はないくはないからね、おもてなししますみたいになってる感じですかね、まあね、それは分かんないですよね、ひどい動画になってきたな考え人は分かると思うんですけど、プリンスホテル、プリンスホテルなんですよ、お密会場所がね、おーおーおー、だから、復興庁の女性は東京プリンスホテル、うん、プリンスと軽井沢のプリンスホテルということで、うん、プリンスホテルっていうのは僕はすごく気になっていて、うん、プリンスホテルって昔から西洋界のとめちゃくちゃ長い付き合いのあるホテルってなんですよ、うん、で小泉純一郎もよくパーティーもやってたし勉強会もそこでやってたんですよ、プリンスホテル。多分一番融通が効くのがプリンスホテルだったんですね、うん、事務所的に。で実際政治資金でも落としてるってね部署書かれてましたけど、うん、プリンスホテル弱点があるんですよね。プリンスホテルって割と老舗の古いホテルじゃないですか、はい、うん、だから部屋の音が結構漏れるっていう話は前もちょこっとどっかしたと思うんですけど、来いよとか言ったらもう聞こえちゃうんですよ廊下にこうやって廊下に聞こえちゃう聞こえちゃう、うん、聞こえちゃう、まあ、老舗ホテルとかね、うん、っていうのをあったのかなと分かりますね。弱点なのそれ。弱点でしょ。スキャンダル対策としてはね。ね政治家が当時その人もプリンスホテルだったんですよ、ね。あれもプリンスホテルだったんだ。そうそうそう、あダダ漏れですよ。あそれなりどうの下がちょっと古いから空いてるからか、うん、まあそうそうそう、古いからか分かんないけど、まあ、プリンスは基本聞こえやすくなってる、まあ、防犯のためっていうのももちろんあると思いますね。一回でリスクあるホテルだなと常々僕は思ってるんですけどね、うん、なるほど、プリンスホテルは使うなと。えいいこと、いやいやいや、まあ、使うのはいいけどリスクは危険だよと、止まりますよ、プリンスホテル敵にますのやめましょうなんで怒られるやだ親父はやめる、そうですね、まあ、ただ親父時代から西洋界も、ね、長くよく使ってるホテルであることは間違いないですよね、うんうんうん、そっからですよ新庄さんのまあ、スキャンダルっていうのはなかなか見えづらくなってくる、あれが2015年ぐらいに報じられて、結局そこからまああの滝栗とは一回も外でデートしないはずなんですね確かね、あ、うん、だかいきなり発表子供できましたみたいな感じだったんですね、そうなんですよ、はいはい、でまあ、そこから相当警戒をするようになって、うん、まあ、滝栗といきなり電撃婚みたいな、こういういろんな遍歴を経た、うん、滝栗と結婚するときはね、やっぱり孝太郎くんとかも、うん、やっぱり彼のタイプ分かりますよっていうコメントを出したりしたんですよ、だからやっぱり美形インテリ、うん、年上っていうね、うん、三拍子揃ったのが滝栗さんだった、なるほど、ということがこの主演者オンライン基地から見えてきたなと、なるほど見えてきたなということなんですね、はい、だから今後です、まあ、仮に総裁になったらまあクリステルがファーストレディーね、ファーストレディーになるんですよね、そうですね、文春の記事読むと
ね、彼女は彼女で独立した女感が強いじゃないですか、ファーストレディーの仕事をどこまでやるのかと、そもそもしたいのかっていう ね、 そうですね、感じもありますよね、でなんか謎の男もいるみたいなね話も、ね、滝栗の聖域まさか総理になると思ってなかった可能性もあるよね。そんなことあるんですか、親父の想像するんじゃないですか、いやまさかこんな早くにとか、まあ、それは早くにはね、そうですね、そうそうそう、確かにあと10年20年かかる、そうですね、まあ、普通みんながそう思ってましたからね、まあ、また10年だろうと、最大の強みである最大の弱みが、まあ、女なんだわけですよ、モテるイケメンだっていうのもありつつも、やっぱりだらしないところはどうしてもあるわけですよね、流れ的には振り回ったりとかありましたしね、復興庁のようにも手を出してたわけですからね、だからまあ今後ね、女絡みのことが起きた時どうするかということですよね、これやっぱ狙いに行くもんですか、多分これはなんかそのうちっていうので、みんな狙って探りに行く感じですか、まあ、もちろん探るっていうか、まあ話があればやると思いますよね、アテナはずっと張ってるって感じ、立ってる、だから僕純一郎さん自体は僕フライデーですけど、やっぱりいろいろあったんですよ噂自体は、はい、うん、はい、で、まあ、当たりに行ったこともありますし、まあ、もちろんそれで取れたってことはなかったですけどね、記事が、小泉さん自体は離婚してからずっと独身を貫いてたんですよ、そうですね、やっぱり根が女好きだからっていうところも絶対あったと思うんですよね、血なんですよねおそらくはだから、まあ、大丈夫かって感じはあるんですよね、ということを話でございました、はい、この動画いいとあんま言えないんですけどちょっとこの動画が、ね、もしよければ、ね、もしよければ、はい、はい、と思いました、チャンネル登録お願いします、グッドボタンよろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました。